母ちゃん死んだら嘘だよ。そりゃいるでしょ。まだ生きてるよ。うちの母ちゃん。そりゃ嘘よ。まだ生きてるよ。ギリギリ。新しい母ちゃんが、フィリピン人の母ちゃんができたわ <laughs>。あの、今度みんなで紹介するね。俺の新しいお母さん。新しい母ちゃんはフィリピン人なんだけど、ちょっと紹介するね。ジュンジャーンって言ってくるけど <laughs>。ノリは変わらないわ。昔の母親と。ゴリゴリの、 完全なるフィリピン人だけど。母親で結婚しねえけど <laughs>、してねえけどよ。今俺の母親代わり。家帰るとね、フィリピン人がいつも家にいんだもんしょうがねえだろうよ。<laughs> ああ、お母さんいいんだ、つって。<laughs> 俺もそんなさ、親父のさ、なあ、恋愛事情にさ、首突っ込むような年代じゃねえだろう。父親の幸せが一番だろうが、土地盗まれたら逆に都合がいいよ固定資産税払ってくるのバカらしいから、あんな田舎の。 盗んでくれたら向こうが損するわ。<laughs> 先祖には申し訳ないけど、あれ管理するのめちゃくちゃだるいからな。盗んでくんねえからうめ、ん、えこと。しぶしぶ相続します。土地と、畑と、田んぼと山、俺が相続して、で、なんとか頑張って人気者になって、そこ余らしとくのもったいないから、 視聴者でくすぶってるやつを2、3人かっぱらってきて、あの、自給自足生活させるんだ。そしたら俺はな、大義名分もあるし。で、お父さんが寂しがってっから、お父さんの面倒も見させる、<laughs> めちゃめちゃ良くねえか、その企画おいうちのじじいの面倒見さ、<laughs> それでしょだって俺親父の面倒見たくねえしさ、施設入れたら月30万ぐらいかかるのね。無理だから、 実家に住まわして、そういつうに相続させればいいんだ。オッケーオッケー。<laughs> おい頼んだぜ加藤家を頼んだぜ俺の兄弟にならないか養子縁組で。<laughs> 親父聞いてないでぞ。っていう話をよく親父とするわ。俺が人気者だったら、二三人嫌は、あの、男でかっぱらってくから、そいつで養子縁組して俺と家に来てくれ、つって。わ <laughs> あいいな、それゃなぁ。おめぇの顔なんかもう二度と見たくねえからなぁ。そういう話しかしてません。 うわ、なんか、親父の話だ。親父に会いたくなっちまった。明日、実家帰ろっかな。パパに会いに。もう、家族がいないんですよ、僕。姉ちゃんも結婚しまったしさ。じじいしかいないわけよ。700万のクラウンだよ。あれしようかな、俺もな。ドライバー愛人。お母さんの遺産の3分の1ぐらいを、 車で使っっちゃったらしいおお金が入ったから車買うべーっつって言ったよなこの話姉ちゃんが激怒して俺連絡してきてお父さんがなんかとんでもない車買ったまあまあ言って俺,俺もね年末に買ってやったのよ11月ぐらいにお父さんに軽トラ100万ぐらいでこれで仕事し,しなよっつってもう。 今年で、ま、69になるんだけど、そんな長く自動車にも乗る機会ないだろうなと思って、これで俺が軽トラ買ってやったら、もう二度と買わなくていいだろうなと思った3ヶ月後に700万のクラウ買ってたわ。で、電話したら、ジュン、母ちゃんが死んじまってよ。相棒が欲しかったんだよって言ってた。いや、もうマジで本当に、本気で寂しがってたら、俺親子、ふって、ムラシに入ってもらうしかない。ねえ、あの、うちのお父さんもさ、ムラシに入ったらみんな応援してくれる一緒に、 暇してんだよ。ねえ。応援してくれるどうかなそょムラッシュに入ってさ、一緒に YouTuber やらせるしかないんだよね。二人で。あは <laughs> い,いや、荒らすなよ出ててくれ。悲しすぎる。親父が荒らされてる。自分の枠だったんけど、親父が荒らされてたらマジ涙出てくるわ。お父さんを荒らさないでクソ振ってん、低そう。ちの親めちゃめちゃ切れそう。 なんか、その、情報剤売りに来たやつと特務屋の喧嘩したりさ、隣でさ、パチンコ屋の隣でさ、隣のやつが大当たりしてるだけでさ、殴り屋の喧嘩になるのにさ、お前、嵐米かかれたら、めちゃめちゃ切れるぞ、うちの親父。日々炎上だよ。喋る言葉喋る言葉、差別用語しか喋んねえし。でもまあ、もう、もうすぐ死ぬから別に炎上しても関係ねえよな、別に。いや、パチンコ、の柴田みたいにパチンコ屋のライターになったらクソ漏れんだからな、うちの親父が。 今日は、なあ、黄門茶マを打ちに行きますよ。ちなみに、うちさん、目押しできねえからよ。パチンコ歴30年な、スロット歴もう20年にもなるんだけど、あの、店員呼んで止めてもらってるから。一回電話かかってきたからな、高校時代。おい、じゃ今大当たりなんだけどよ。俺、目押しできねえから、お前今からよ。あの、エイトツーまで来てくれっ、つって。俺、わざわざ、エイトツーまで行って、目押ししに行ったんだぞ。 今よ、お、お当たりしたけどよ、当たんねえから、止めらんねえからよ、お前エイトちょっと来てくれよ、って。この、親父と二人でなんかパチンコの、パチンコの行く動画撮る目がして。でさ、パチやって多分撮影禁止だよね。ど <laughs>、うちの親父がスロット打ってるところ、マジでおもれえかんな。なんにも分かってないの。なんにも分かってないんだよ。 えこれどういう台なのって知らんやん、これボタン押すんだよつって。未だに押してんだよ押してるだけなんだよ金入れて。何が面白いのって思いながら俺は見てんだけど。そんでさ、葬式の時にさ、なんか現実味がなくて俺な泣かなかったんだけど、今逆に寂しいな。悲しいというか寂しい。お母さん死にまって寂しいなって思うあるんだけど、親父がさ、俺お父さんの泣いてる顔なんて見たことなかったんだけど、あの、模種の、 挨拶の時に寝てろみてえな。死にかけの寝てろみていな顔して泣いてて。俺、それが面白い。俺、う、そ、ちょっとそれで笑っちゃった、俺それで。ふて泣いてるふりして。あんな顔して泣くんだ今の純のツイッター見たら、なおこに天使の輪っかがある。あ気づきました僕変えたんですよ、ツイッターの。ヘッダー。よく気づきましたね。あれ、お母さんの天使の輪っかついてるんですよ。 よく気づきましたね、この微妙な変化に。<laughs> だんだん輪っか増えてくる。おい、悲しすぎるだろ。おい、近々ばあちゃんにも輪っかつくんだけど、これ。ね、このシステムやめないね、近々ばあちゃんにも輪っかつくんだけど。過半数死んでんじゃねえか、これ、おい。おい、2年以内にばあちゃんにも輪っかつくんだけど。ねえ。<laughs> ジョーカーシステム。ドラクエジョーカーの。<laughs> あれってさ、お母さん亡くなった後だっけいや、違う。あの時めちゃめちゃタイムリーだったんだよな。なんか、うちの母ちゃんが癌になって、超苦しんでる時に、俺、ドラケモンスターズやってて、おい、ババアの家も並べろ、みたいなこと、コメントでめ、あ、あ、前だよな。すげえ心痛めながらやってた記憶あるわ。あ、そうだな。うちのババアもうすぐ死ぬからや。死んだらよ、あれしようぜ。ここに家並べべべ、みたいなこと言いながらやってたけど、俺の心はズタズタだったよ。はっきり言って。あの時期。 あれちょっと去年の今頃だろ去年の年明けだろ泣いてたよ、俺。そこで泣き疲れて母ちゃん死んでも泣かなかったの。そっから一年泣いてた、俺は。ちょうど抗がん剤で、ものすげえ、死の淵をさまよってる時に、ああ、タイミング間違えたなーって思いながらさ。ああ、これはもう、でもよかったわ。今だったら絶対母ちゃんの家並べてるから、絶対、それはマジで嫌われるから、あの、社会に。 前にやっといてよかった。今だったら確実にやってたからね。それって超えちゃいけないラインだから。さすがに家族の家で笑うのはかわいそう。お前絶対でも、絶対笑うから。母ちゃんの家が普通にさ、モンスターたちで一緒に並んでたら、それ笑うだろ。それ笑うわ。でもやっていいことやってやきゃいけないことがあるんだよ。俺教えただろ。やっちゃいけないこともあるんだよって。笑っちゃいけないけど笑うだろ。さすがにそれは。 でもいいじゃん。ね死してなお、人を笑顔にさせる、立派な母親だなって俺は思、思いますけどね。人の親、まあでも俺人の親の死もネタにするな、よく考えたら。まっちゃんのお父さん死んだら絶対、言うしなあおめやなあって。おめえのお父さんも陰住でなあ頑張ってたけどなぁ、つって。ただ俺一年は、一年はそっとしておくけどね。 陰住でなあのー、下土潜って泥だらけのなく頑張ってたけど似てるんだよ陰住のミミズに初めて会った時「おっ陰住のミミズいるじゃん」と思ったらマジでクソ似てんの抹茶のお父さんまあ何やかんやで家族が一番大事だからな34年間4年間生きてきてもうそこに結論付けられた